皆さん聞いてくれますか？こんにちは、ハルアンです。今日はちょっとですね、報告があります。それはですね、なんと私2冊目の本を出すことになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ただ報告したいってわけじゃないんですよ。今日は皆さんの力を、お力を、皆さんのことをね、本の、ね、内容についてちょっと質問をしたいことがいくつかあるので、皆さん答えてくれますか？2冊目の本は何にするかというと、おやつの本にするんです。おやつです。ハルアンのおやつ本になります。なので、まあおやつね、私大好きなんですけど、皆さんにももっとおやつ好きになってもらいたいなって思いを込めてね、今からレシピ制作やら何やらいろいろしないといけないんですけど、というか凄まじいねレシピの数だし、1作目の本よりもだいぶオリジナルレシピが増えると思います。てかオリジナルレシピばっかり載せたいと思っているので、動画では出してないレシピとかね、新しいレシピってことですね。だから本当にもうお砂糖とか卵とか、なんだろうな、バターとか、それこそをすっごく消費する試作の日々になるんだなと、ね、予想がついているんですが、まあそれは置いといて、まあ、とにかくですね、おやつの本を出します。いい本にするためにね、皆さんに3つの質問に答えていただきたいんです。ね、助けてくださいな。じゃあまず1つ目いきますよ。おやつを作りたくなる時ってどんな時っていう質問です。おやつをこう、手作りおやつをね、食べたい時とか、そう、おやつを作りたくなる時ってどんな時だろうなっていうのを私よく知りたいんですよ。でそれによって、なんだろうな、おやつこんな時に作りたいからこんなレシピはどうだろうとか、そういう風にいろいろこう発想できるので、とてもね、この質問とっても気になります。そして2つ目は、自分で作るおうちおやつに求めることって何ですかです。こう、自分でわざわざ作るわけじゃないですか。そのわざわざ作るために何を求めてる、まあ求めてるっていうとすごくなんか壮大な感じになってしまうけど、全然そんなことなくて、こんなおやつがあったらいいなとか、こんなレシピがあったらいいなとか、こんな感じになんか手順がすごく少ないといいなとか、わからないけど、そういうのがあったらぜひぜひ教えてください。そして3つ目は、皆さんがお家でよく作るおやつは何ですかということで、そう、おやつをね、まあ皆さんも作っている方も多いと思うんです。私の動画を見てくださってる方はお料理好きとかお菓子作り好きの方がとても多いから、そう、多いとは思うんですけど、そんなこと噛みましたね。どんなおやつを作ってるんだろうってちょっと気になるので、それも教えてください。やっぱりさ、私だけかもしれないじゃないですか。例えばおやつにティラミスを爆食いしたいと思うのはさ。とにかくですね、この3つの質問にぜひコメントで答えてくれると嬉しいです、という感じでした。ちょっと今日はね、皆さんにご協力いただきたくてこの動画を撮っているんだけれど、おやつの本いよいよ作るので、皆さんとっても楽しみにしてくださると嬉しいです。というか私が楽しみです。どんな本に仕上がるのかね。2冊目ということで、なんかこう1冊目ではできなかったこととか、なんだろう、できなかったことっていうわけではないんだけど、なんていうのかな、こうすればよかったとか、ああすればよかったとかっていうのを、まあ、もっとね、こうドーンとレベルアップできるといいなとも思ってるし、ちょっとドキドキもしてるけど、楽しんで作りたいなと思います。で、そのレシピ本の進行具合とかは Twitter とかインスタ、主にインスタだと思うけど、ハッシュタグハルアンおやつ部というね、ハッシュタグを作りたいと思います。で、それにハルアンおやつ部でいろいろつぶやいていこうと思うので、皆さんぜひぜひね、楽しみにそういうところも見てくださると嬉しいです。インスタもぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今日の動画はちょっと短いですが、こんな感じになります。あー、言っちゃったからもうやんなきゃね。ということで、今日の動画を見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも楽しみだよと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。今日の黒板じゃん。太らないよう気をつけます。太るっていうかさ、その普通に日々のおやつだけを作ればいいんですけど、日々のおやつを何回も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 試作してそれを食べるじゃない。だからレシピ本作りって結構太ると思うんですよ。うん、太るね。まあでもこういうね、お仕事をね、私よりもっとしている方いっぱいいるわけじゃないですか、この世界に。そういう方たちがよく太らないなとね、すごく不思議に思うわけですよ。だから私もね、そういう方たちを見習ってというか、そういう方たちを、なんだろうな、先輩方をね、こう見て、
太らないように気をつけながら、美味しい美味しいおやつの方を作れるように頑張ります。